子供はですね、ほっといても育つって言いますけど、やっぱりお母さんによって大きく違うんじゃないかって私思うんですよね。で、バスに乗ってましたらですね、2つぐらいの男の子とお母さんが乗ってらしたのね。で、ずっと走ってましたらですね、その子供が、あのうち、僕のうちよりずっと大きいね。これで私見てたんですよ。ね、お母さんなんて言うのかな。ママは小さなおうちでほんとよかった。坊やとご飯食べるのも近いでしょ。お風呂に入っても浴槽が小さいから近くにいられるわよね。一緒に寝るときも狭いからずっと近くにいられる。大きなお家じゃなくてほんとよかったね。うん、ほんとよかった。ああ、このバス乗ってよかったって私思った。だから私ね、バスに乗るときはずっと客見てんですよ。それが楽しみな。みんな今なんかいじってるでしょ。なんだかそんなんじゃない、ずっと見てるのよ。なんか言うかなと。世田谷の保育園にね勤めておられて、後に絵本のイヤイヤ園とかグリとグラを書かれたね、作家の中川先生のお話だったと思います。その保育園ではお弁当の時間になるとね、子供たちはお母さんの自慢話で盛り上がる。まずはね、お母さんの作ってくれたお弁当を見せ合う。すごいでしょっていうとこから始まるらしいね。で、子供たちがすごーい、他の子供がね、え、うちのママはね英語できるんだよ。すごーい。え、でもね、うちのね、ママね、ここにほくろあんだ。すごーい。ってみんな他の子が言う。でもね、うちのね、ママね、あんたね、ゴキブリとかね、スリッパで叩いちゃうんだよ。って言うと子供たち、すごーいって言う。子供にとってお母さんはもう何だって自慢なんだって。その中川先生お話に書いてらっしゃる。私もそれ聞いただけでもうおいおいと泣けてくる。子供ってなんてけなげなんだろうって。でもね、私はそのお母さんのことも気になっちゃうんです。だってお母さんって言ったってちょっと前までは小さなね、そっちのすごいって言ってた方の女の子でしょ。虫が苦手とかピーマンが嫌いとか、思春期になって恋をして初めて男を知って、よくわからないまま初めて結婚をして、あっという間に初めて妊娠して初めておっぱいが出て、生まれた子供にとっては絶対でね、でもその絶対に急になっちゃったママは不安で仕方ないって、そういうことあると思う。それは動物がもともと持ってるような母性とか、もちろんそういうんでね乗り切ってるんでしょうけど、風が吹いた時にふっと、私はママだけど少女に戻っちゃダメだけど、風が少女に戻しちゃう、そういうのを子供の前では見せちゃいけないと思うけど、ママと少女の間で揺れる、歌います。ママは泣いた。この道は
いつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になり、コートを着る頃、なぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ、無償の優しさも私には辛くて。この道を曲がって、小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのまま、プラタナス並木は涙色の風、10年と2ヶ月が過ぎたわ、キスから。ごめんねも言えずに、幸せにわかる。
ママはうずくまりないた。あなたはこの世にいない気がした。